こんばんみ、市村正樹です。結構ギターというものをね、ヤフオクとか中古で購入はするんですけども、たまには新品のギターも買いますよと。新品で最近買った、これは都会の方で買った、東海のギターという、新品のギターを久しぶりに買いましたと。忘れてることってあるよね、それはあるよねっていう、ああそうそうそう、新品のギターはこうでしたみたいなことを、ある種初心者さんが初めて買ったギターは一応新品で買ってきましたっていう場合、一応これはやらなあかんとか、やらなくていいっちゃやらなくてもいいかもしれないけど、やっといくもんですよっていう話をしますと、はい、まずこの今この状態でこっちのフロントピックアップっていうのを使って、アンプから音を出します。今アンプから音を出しています。ボリュームをゼロにします。なんかこうね、新品のギターってのは自分とそのギターがね、まだ仲良くなってはいないわけですよ。仲良くなってないっていうか、前の動画でも言ったけど、ここがちょっとチュルンチュルンすぎる、もうなんか出来たてほやほやすぎる。だから中古ギターの方がちょっとだけこうね左手を滑らした時に、少しチュルンチュルンじゃなくて、少し粘り気っていうか、つっかえがあったぐらいの方が弾きやすかったり、この指板状の木材の中にどのようなオイルが染み込ませてあるかによって好みっていうのがあるので、それが弾きづらさもしくは弾きやすさにちょっとだけ関係してるかもしれないから、買ってきたばっかりの新品のギターっていうのはまだ自分にはまだ馴染んでないわけですよ。でそんな中、久しぶりに新品のギターを買いました、弾いてましたと。なんか知らんけど、弾きにきなピックのせいかなと、違うピックに変えてみようかなと、黄色いピックなんやけど、硬いピックで弾いたり柔らかいピックで弾いたりしています。今はでまた違うピックをこう使って、ちょっとミディアム系ね、これミディアム、これ完全にミディアムじゃなくて、なんていうの、ソフトペロンペロンの方。久しぶりに新品のギターをちょっとアンプから音出さずにカッティングしてみました。こいつちょっと映ってるかどうかよくわかんないけど、よく見るとピックガードに空気が入ってんだよ。すんごくちっちゃい丸で空気が入ってるのが見えるんですよ。ピックガードの上にまだビニールが貼ってあるんですよ。あ、そうやったと、新品のギター買ってるとピックガードにビニール貼ってあった、そういやと。でよく見るとこれピックアップの、さっき使った方のフロントピックアップにビニール貼ってあって、下の方だけ少しえぐれてるでしょ、これ。ってことは、これは誰かが試奏で、楽器店の店舗で試奏をしたから、この下の方だけがビニール剥がれてるわけですよね。そうだった、新品のギターを買ってきたらこのビニールをとりあえず剥がさないと、ピックがこうやってこの辺を当たっていくときになんか違和感があるわけ、ビニールの上をこうやって弾いてると。でこれはもちろん時間が経って半年とかすると、だんだんここが削れてって、そのうち、あ、ビニール貼ってあるじゃんって気がついて剥くっていうね、そういうことにはなるんだけど、もう僕は鼻からこのピックがビニールに当たる感触があんまり好きじゃない。もちろんそれは中古ギターだったら当然剥がれているし、
今までの他に使ってるギターが全部ビニールは剥がした状態で演奏してきているから。なので今からこのビニールを剥がします。ついでにこのピックアップのこのビニールも剥がすから、それでこのビニール残ってると音違うよって話を聞いていただきたい。で、例えば僕がヤフオクかどっかで中古ギターを入手しました。で、その前の持ち主さんがどのような状況でそのギターを売ったのかは分かんないんだけども、例えばあんまりいい音がしないからこのギター嫌だって売っちゃったとするじゃん。で、僕がそれをヤフオクで見つけて買ったとするじゃん。で、送られてくるじゃん。で、ここにビニール貼ったまんまの時がたまにあるわけ。もしやよ、もし仮にこの音あんまり気に入らないんだよで売ってしまってるんだとしたら、ビニール貼ったまんまなんですけどってことなわけ。わかりますよね。これちょっと聞いてください。このスイッチはこっちに倒してこっちのピックアップを選んでいますの状態の音。これね、これを剥がします。これ実際今剥がしてるけど、後で動画編集で連続して今の音を比べるように編集しますからね、後でね。よいしょ、ジェルビコン取れますよ。取れました。夏に海とかプールに行って日焼けした後にさ、こう3日後ぐらいにここをこうやってペロリンって剥くときにさ、こう皮を剥いてさ、すっごい面積のでかい面積で皮が剥けると超楽しいよね。はいはいはい、弾いてみましょう。今僕はちょっと間を置いちゃった、時間を置いちゃったからほとんど分かんないけど、多分後で動画を編集してる時に明らかに音は違うと思うんだよ。なんか記憶としてはさっきまでの音が悪かったっていう記憶は別にないんだけど、今もうすでにこのギタービニール1枚剥がしただけでちょっとこのギター弾きたいっていうモチベーションが上がったの今分かった。なんかさっきよりこの音のが明らかに僕は弾きたくなってる、このギターを。やっぱりちょっとこうピックガードの上にピックが乗ってる瞬間ってのを自分が感じちゃうから、このこっち側、はい、これ剥きます。一回写真撮ってみようかな。撮れるかな。今の写真ではビニールがついてるのかついてないかほとんど分かんないでしょ。
僕もう分かんない。でもこのピックで擦ってると、ああこれビニール貼ってあるよな感じがしてるわけですよ。でそれを剥がすにはって話なんだけども、昨夜少しだけこっちから剥がし始めちゃったんで、これぐらい剥がせば、ちょっとこれ今こっちやるね、これぐらいこうやって剥がしていけばもうめくれるっちゃめくれるんだけども、こういうとこの端っこの端っこを爪でヒン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 こうやってこうやってね、映ってへんな、今はまだ全然これっぽっちも剥がれていませんけど、剥がれません、剥がれ、あ、ちょっと剥がれたかな。一応こういうねちょっと強力なテープを貼って剥がすっていう手もあるけど、まだそれよりも硬いから、お、いった、あ、いったいった、はい、今これ剥がれつつあります。今ニュルニュルっとで、最初だけ爪でやって、その後は皮膚で爪を使わずにやってた方がいいです。さあこれでこうやって夏の終わりに日焼けをむいていく時のなるべく大きな面積を一発でむくっていうのをこう気持ちを込めて、こうやってさっとやると途中で切れちゃうから、むいていきますよと、むいていきますよと、むいていきますよと。でできればこの反対側からもこうやって向いてきて、一方からじゃなくて二方からこうやって向いてきて、さあどうしよう、さあどうしよう、弦のとこまで来た、弦のとこまで来た、しょうがない、こっちから向くか。今日は早送りしません。実際に何秒ぐらいでめくれるもんなのかっていうのを実際の時間で皆さんに体感していただくために早送りはしません。はい、これぐらいでめくれます。危ない、端っこがちぎれない、端っこがやばい、めくり残しが出ないようにこうやってめくります。よいしょよいしょ、はい最後の弦の下側は力技です。そして、フロントピックアップの上側もこうやって一応取れました。これで全部の皮が剥けて大人になりましたね。はい、うん、残ってないね、はい、はいはいはい、ということで一応剥けたので、さっきの柔らかいピック、ソフトピックでここをこうやって当てると、ネチネチがなくなってます。これで。あ、むしろ今ちょっと逆に滑り止めのかなり止まっていく感じになってるわ。まだちょっとネチネチ感が残ってる感じがするね。で、いずれこれはどっちにしてもこうやって線が見えない傷がつくものだから、そういうそのためにこのピックガード貼ってあるんだから、ちょっとぐらい傷がちっちゃくて見えない傷がつくのは当たり前です。うん、こんな感じです。で一応言っとくと、今回のこのギターは大丈夫だったんだけども、ギターメーカーのピックガードによってはこのネジの下っ側、
このネジをした時にビニール貼ったまんまネジをしてあるか、それともここにはちゃんと丸い穴が開いてた上でネジをしてるかがメーカーによって違うんで、かなり多くの確率でネジの上からビニール貼ってある場合はネジの下にビニールは残ります。割と残るものだと思ってください。でその残りが嫌な人はピックガードを外しちゃって、まあ、テレキャスの場合はここ外さなくてもピックガードはすぐネジ緩めれば外せるから、もしくはちょっと緩めてビニール抜いて戻して、ちょっと緩めてビニール抜いて戻してみたいにやっていけば一応残りのビニールも取れます。今回はそういう風になってなかった。優秀なピックガードビニールだった。大したことじゃないけど、東海さんの素晴らしさ大したことじゃないけどがあれやけど、失礼に当たっとるけど、ここわかる。丸くカットしてあるビニールが貼ってあった。ここね、ここ素晴らしい ね。他のとこもあれちゃんと丸い穴が開いてる、ね、丸い穴が開いてる。無理やり上からズボッと入れたわけじゃないってことやね。これちゃんとこういう穴が開いてた上でこのビニールは貼ってあったっていうことですね。でもう一回アンプから音を出します。コード弾きした時だけだからね、こうピックが関係してくる。今の話と何にも関係ないんだけど、関係あるか、あるか。ちょっとだけギターの弾き方の話すると、最初にストロークギターもしくはカッティングというギターのプレイを練習するときに、ちょっと小さく。上下幅小さく練習するとタイム感のノリというものが、小さいタイム感の、まあ、そのことはちょっとお伝えしづらいけども、タイム感がちっちゃい感じのこう山下達郎さんの曲を練習しますの時に、これすごくちっちゃいわけ、右手の振りが。本当の絶対毎回そうしろって言ってるわけじゃないけど、ストロークの基本はこれぐらいなわけ本当は。そうすると本当は右手が心まで上がって下がっていく、もしくは弦の下からここまで下がって戻ってくるときに本当は間があるわけよ。その間をいかにして、短く収めるかをストロークカッティングの練習の糧としていくと、どん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 一個ずつのチャカチャカっていう音のタイム感がすっげえ速くなっていくの。こういうことじゃないよっていう、じゃなくてこうやって一個一個の音がピッ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 ピューピューピアピューじゃなくてピッ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 ってやって練習していくと、達郎さんのスパークルっていう曲だとしても、例えばこうちっちゃく弾くんじゃなくて、もう少し大きくして、跳ねたな、だいぶ跳ねたな、っていうような、例えばブルースのバッキングでこうまあこういう弾き方もある、こういう弾き方もあるけど、もう一個こういう弾き方があるよっていう、この右手がこの辺まで行くパターンとかを、ということで、とりあえず
新しいギターを買ったらピックガードとピックアップにもしビニールがついとったやつは剥がすんですよということでございました。じゃあチャンネル登録、コメント、いいねボタンよろしく。じゃあね、またね、バイバイ。